皆さん、こんにちは。アリーナクリーナチャンネルのアリーナです。本日は、初めてパラパラ漫画を見てみたいと思います。鉄拳さんの約束パラパラ漫画を一緒に、早速ですが、見に行きましょう。動画を見る前に、いつも動画をご覧いただき、パチリオンしてくれて、YouTube スポンサーやスーパーサンクスをしてくれる人、本当にありがとうございます。では、早速見に行きましょう。約束。旅行ですか？それはお母さんとでしょ？子供はお母さんと一緒に。あ、家族。あ、幸せそうね。いいおもちゃ。事故が起こったんですか？そのおもちゃのせい、まあ、おもちゃではなくて、おもちゃと関係するお父さんが死んでしまったんですね。でもこのおもちゃはお父さんがなんかプレゼントしてくれたし、わあ、それは辛いよね。大事な人が亡くなるのはすごく辛い。もうすごく大変にアルバイトしなければいけなくてさ、子供にはもうなんかやりたい聞かない。お母さんが仕事してるから誰にも来てこないし、なんか辛い。それはそんなに悲しいと思わなかったんですよ。でも一番大事なのは死なないでほしいですよ。全然ダメですよ、それは。まだいるのに。あ、そんな漫画になるとは。ダメ。それが約束の意味だよね。ダメ。でも変えておいで。
だ。あ、自分の心をやり直した。自分の心もなんかやり直してお母さんと一緒にまたあの船に乗ってお父さんの姿と一緒に改めて食事をするのはあの船のレストランで。それはすごいよ。うん。わお。だから結局自分の心もなんかお母さんのためにだと思います。そう自分のためにとお母さんのために自分の心をやり直して見せて、その力はいいしすごすぎるんです。超感動です。わー、でも鉄拳さんは危ないですよ。そのパラパラ漫画はそんなに感情がいっぱいあるだと思いませんです。思いませんでした。ああ、はいはい、よろしければ皆さんも自分の感情、自分の考えをあのメッセージとか、コメントしてください。私はいつも読みますから。はい、今日の動画を私たちに見てくれて、泣いてくれてかもしれません。ありがとうございます。皆さんと一緒にこのいろいろな感情を過ごすのはすごくいいと思います。すごく親しいと思います。はい、皆さん、いつも応援ありがとうございます。くれぐれもご自愛のほどお祈りいたします。では、次の動画でお会いしましょう。元気でね。バイバイ。